多頭飼育崩壊とは、ペットの動物を多頭飼育した飼い主が無秩序な飼い方による異常繁殖の末飼育不可能となる現象のことです。多頭飼育をする飼い主のことをアニマルホーダーと言います。アニマルホーダーとは最上級の動物虐待者であり、心の病気によるものです。中高年の一人暮らしの女性に多く、決して虐待であることを認めようとしません。これは一種の溜め込み症であると言えます。ここでアニマルホーダーの方へのインタビューを見てみましょう。すいません、ニュース1のものなんですけど、今インタビューよろしいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ一つ目なんですけど、ペットってどのくらい飼ってるんですか？あ、いっぱい飼ってますよ。この子たちもつい最近捨てられてて拾ったものなんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ避妊去勢ってしてるんですか？え、避妊去勢って意味あるんですか？してないんですか？してないです。どうしてですか？え、逆にどうしてですか？やる意味だって。じゃあ最後の質問なんですけど、はい、近隣の人からちょっと苦情が来てるんですけど、そのことについてどうお考えですか？苦情？なんですかそれ、知らないですね。そうなんですか、はい、ちょっとなんか可愛くあって飼ってあげてるだけなんで、勝手に言わせとけばいいかな。匂いが臭いかなとかって言われてるんですけど、これは多分その人が臭いんです、ね、なるほど、そうなんですね。はい、ありがとうございました。はい、このようにアニマルホーダーはこれを虐待だということを認めません。次に多頭飼育崩壊の問題点についてです。排泄物の放置やケージのサイズが合っていない、避妊去勢などしていないため飼いきれない数まで動物が増えてしまうといった、衛生管理、環境管理、獣医療管理などの問題が挙げられています。ちょこっと模型説明をします。多頭飼育に使われているケージ例を作ってみました。好ましいケージと好ましくないケージの比較をしてみたので、近くで違いを見てみてください。よく見ると新聞紙がボロボロになっていたり、ケージに傷がついていたりします。これで終わります。ニュース1のものなんですけど、今インタビューよろしいですか？大丈夫ですよ。じゃあ一つ目なんですけど、ペットってどのくらい飼ってるんですか？いっぱい飼ってますよ。あ、そうなんですか？見てください、これ。これ